ということで、いよいよ受注会前日となりました。あ、今会場についていろいろね、在庫だったりとかいろんなものを運んでおります。明日から2日間初めてのオフポーズとしての受注会です。もう今日はね、一日準備やらなんやらしていたので、もうこんな状態なんですけど、はい、ここからこの会場をね、どうやって設営していこうかなという感じで、ここからいろいろね、ポスター貼ったり、いろんな風にデコレーションしていきたいと思います。頑張ります。はーい。今日は何の日ですか？今日はとうとう受注会当日でございます。イエーイ。みんなで朝からね、ポスター貼ったりとか、はい、こうレイアウトを考えたり、テストをやってます。想像以上の可愛い感じ。ねー、このポスターもいいですね。可愛いね。みんなで、私、アンナ、妹、お姉ちゃんとお姉ちゃん、アンナ、妹とお姉ちゃん、マナとやってます。はい、やってます。可愛いアイテムたちです。タグも可愛いですね。完成形もまたね、確かにここからね、この感じがどうなったんでしょうか。楽しみ、楽しみ。マナです。これでまっすぐかな。そう、これでまっすぐなる。まっすぐ、ちょっと高いよ。ちょっと、あ、これがかわいい。3つがかわいいよね。3つがかわいい、3つがかわいい。ここに立てたらどうだろう。あ、ピール、どこまでもピール。間に合いそうですか？そうですね。見て、こういうのも作ったり。そうですね、って笑った。かわいい。かわいいでしょ。ほら、オーダーシートとか。かわいい。かわいい。いよいよオープンします。頑張ろう。1日目、えいえい、おー、事件の後輩です。はい、1号です。ありがとうございます。かわいい、めっちゃかわいい。今回はドアかわいい、かわいい、かわいい。さすがです。かわいい。大盛況ね。ずっと人がいたね。今何時とか、6時とかかな、5時とか。今5時半です。すごい、6時間ぐらいずっとぶっ通しだったかな。あ、そうか、1時だって。4時間半、うん、4時間半ぶっ通しだったね。皆さんありがとうございます。かわいいもんね、うん、みんな着てるの見てさらにかわいいって思ったね。全然違うね。ね、うん、確かにね、まんべんなく、うん。お疲れ様でーす。落ち着きましたね。大盛況。ありがたいです。今までね、
4時間半、うん、すごいスタイルもいい。そうね、後ろが可愛い、後ろだけ入れてもいい。でもここはこれが可愛い。そうね、そうだ、確かに後ろだけ出して前入れるのがいい。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。初日すごいたくさんの人が来てくれて本当に嬉しかったです、ね、なんか実際に試着してもらうと、うんうん、自分が着てるよりもさらにあこの人にこれ似合うんだとか、ね、この人にはこっちが似合う、うん、同じ服着てても全然印象が違ってすごいそれ楽しかったです。充実感でいっぱいです、ね、どうでしたか。もう楽しかったし、やっぱりねこのアイテムがの可愛さをね、うん、もっと知れた、ね、もっと本当に可愛いんだこれと思ったし、あこういう組み合わせの仕方あるんだって本当に思ったしね、まあ、でも何よりねリナの人望強いなと思いました。来てくれるってさね、ありがたいよね、それだけでありがたい。みんなね本当に何かしらオーダーしてくれてね、それもありがたいね。なんかこうやって自分が最初に思ってたようにこうダンスのウェアの歴史というか、うん、ムードがオフコースを機にちょっとこう変わっていったらいいなって思うので、たくさんの人に、ね、来てもらえるのがすごく嬉しいです。ね、お疲れ様です。お疲れ様でした。明日も頑張ります。イエーイ。頑張ろう。また違うコーディネートね。こんな感じでバイカラーパンツとラメパンクで今回はやっていきます。また途中でもできたいと思います。頑張るぞ。 お待ちしてます。お待ちしてます。あ、いいですね。はい、 ありがとうございます。はい、 OK です。ありがとうございます。かわいい。ありがとう。
ございました。お姉ちゃんです。お疲れ様です。あ、かわいい。あ、紫やっぱかわいいね、パープル。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと来てくれてありがとう。もいます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからね、発送などに向けて準備していくので、楽しみに待っててください。お楽しみに。